月2日晴れ。こんにちは、ハンナです。あれ、スースケがゴミ箱になって何かをしているよ。実はスースケは野良猫の期間が長かったので、ゴミ箱を漁ってしまう癖があります。あ、スースケが何かをくわえています。どうやらスースケは佐藤くんが食べたカニカマの袋をくわえているみたいです。スースケ、ゴミをくわえちゃダメですよ。スースケはゴミと一緒に遊び始めました。これ面白いな。えい。楽しそうに遊んでいます。そしてだんだんエスカレートして隣の部屋へと行ってしまいました。凛ちゃんが隣の部屋から見守っています。スースケはしばらくの間ゴミで遊んでいました。しばらくすると、スースケはゴミを追いかけてどこかへ行ってしまいました。あれ、スースケ、大丈夫？リンちゃんが心配して見に行きました。でも、スースケは大丈夫でした。疲れてしまって、隣のお部屋で眠ってました。スースケ、今日もいっぱい遊んだね。でも、もうゴミ箱を漁ったらダメですよ。じゃあ今日はここまでです。またね。バイバイ。
後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。